ついに破壊されてしまいました。コロちゃん、病院前のストレス発散。先日とあるものを壊してしまったコロちゃん12歳、本日はコロちゃんの病院前の一日に密着していきたいと思います。チャンネル登録してね。現在マラセチアに悩まされているコロちゃんなんですけど、闘病開始から約1ヶ月が経過しました。手足のかゆみは良くなったんですけど、お腹のかゆみがまだ残っている状況ですね。しかしお薬を頑張ったおかげか、少しずつ書く頻度も下がってきたので、今週の病院でお薬が終わることを願っています。コロちゃん、ご飯きれいに食べたね。いい子だね。ゆっくりお願いね。コロちゃん、コロちゃん、コロちゃん、シャンプー行きます。コロちゃん、シャンプー最後、時間ないから。コロちゃん、座んないの。今日もいい天気。病院前最後のマラセチア用シャンプーがスタート。そしてここで皆さんに秘宝なんですけど、タイトルにもあります通り、先日コロちゃんがとあるものを破壊してしまいました。何を破壊したかというと、コロちゃんが愛用していたドギボーです。ドギボーは人をダメにするソファーでおなじみのヨギボーのペット版です。このチャンネルが10万人を達成した記念にコロちゃんにプレゼントした思い出の品なんですけど、なぜ破壊されたかというと、父花さんがコロちゃんの近くでジャガイモの剪定をしていたらしく、気づいた時にはクッションの中身が出ていて大惨事になっていたみたいです。おそらくコロちゃんは目の前にいるのに構ってくれないので、なんとかして気を引こうとしたんでしょうね。はい、コロちゃん、お座りしましょう。お座りした方が楽だからね。はい、えらい、よし。そんなコロちゃんを犬用マッサージ機で癒します。父花さんが気づいた時にはまだ破壊したばかりだったので、小さな穴の部分からしか中のクッションが出ていなかったんですけど、それでもすごいことになってて、道着棒の中には細かいビーズタイプのクッションがたくさん入ってたんですよね。しかもそれをコロちゃんが破壊している時に食べてしまったみたいで、後日うんちと一緒にビーズクッションが出てきました。まだ出てきてくれるぐらいのサイズだからよかったんですけど、これで詰まっちゃったりしたらもっと大変なことになってましたからね。ヘッドホンしてるみたいになってる。すいません、お姉さん今何聞いてますか？突撃インタビューをしてて。林優さんのワンダーランドです。ありがとうございます。ぜひ紹介させてください。ということで、コロちゃんのお気に入りのドギボーは処分することになりました。最近コロちゃんの耳をよく見てみたいというコメントが来てないんですけど、動画ではここまでコロちゃんの耳をよく見せるのは初かもしれません。過去に手術で右耳が折れてしまったんですけど、立っているとこのようになります。折れていても立っていてもどちらも可愛いですね。やっぱりね、関門期が始まってるみたい。ブラッシングしたら抜けてた、うん、はい、コロちゃん、あと3秒3 3 2 2 1 1。はい、お疲れ様でした。いい子にしてたね。約1ヶ月間週に2回のシャンプーを続けてきましたが、今日で最後となるのでしょうか。1ヶ月前と比べると最近毛がよく抜けてて、秋から冬にかけての関門期が始まったみたいです。乾かし終わったら今日はこの後ブラッシングもしてあげたいと思います。はい、コロ、ブルブルしていいよ。ブルブル。はい、コロちゃん、ブルブル。すっかり秋になりましたが、今は季節性のインフルエンザがすごい流行っているみたいで、今後4週間以内に大きな流行が起きる可能性を示す注意報レベルみたいですね。10月にこんなにインフルエンザが流行るのは、新型インフルエンザが流行した2009年以来14年ぶりで、例年インフルエンザは冬に流行し春頃には収束しますが、秋に流行するのは異例です。その影響で全国の学校では休校や学級閉鎖が相次いでいるそうなのですが、私が学生の頃とは違い、休校でもリモート授業などをするんですかね。コロちゃんの毛が綿あめのようになったところで、続いては衣替えです。寒暖差の激しい日が続いているので、今年の衣替えのタイミングが本当に難しくて、私はまだ半袖が出してあります。11月に入ってからも最高気温が25度以上が予想される日もあるみたいですね。去年の11月といえば、コロちゃんと一緒に旅行
に行ってきたんですけど、1年前の今頃は曇っていると上着が手放せませんでしたね。今年はコロちゃんの体調も万全ではないので遠出はできないんですけど、コロちゃんがご覧の通りカンカンに怒っています。なーに、ごじゃっぺ言ってんだ。ごじゃっぺとは茨城の方言で、でたらめや間抜けなどの意味があります。標準語に翻訳すると、何ごじゃっぺ言ってんだは、何間抜けなこと言ってんだになります。相手や第三者に対して否定的な意味で使うことは間違いありません。また相手に対して面と向かってごじゃっぺなどと叱るように言うこともあります。この場合の意味はバカとかアホに近いと思います。同じ茨城県なんですけど、ごじゃっぺに関してはこの辺では聞いたことないですね。おそらく茨城の県北の人たちが使うと思われるのですが、茨城県以外でも使われているのでしょうか。コロちゃんの洗濯物がとっても可愛いです。お洋服をきれいに洗ってもらって、コロちゃんもご機嫌になりました。お昼ご飯はこの間の北海道旅行で父花さんと母花さんが買ってきてくれたスミレを作っていきます。麺の他にネギとひき肉ですを入れて、なるべく本家に近づけて作っていきたいと思います。北海道各地にはそれぞれに特徴を持ったラーメンがありますが、特に札幌、函館、旭川、釧路のラーメンは北海道四大ラーメンと呼ばれて人気を博しています。その中でも知名度が最も高いのが札幌ラーメンですね。ご覧ください、こちらのコシのある太めのちぢれ麺を。我が家の冷蔵庫にはシマエナガも増えました。ラーメン激戦区の札幌で行列ができる人気店であり続けるスミレなんですけど、私は小学生の頃からスミレのカップ麺を食べていて、いつかはお店に行ってみたいんですよね。スミレのラーメン一上がり、いただきます。コクがあって美味しい。北海道のスミレは何点ですか？一体どんな味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、スミレのカップ麺より美味しいんです。この黄色みがかったコシのある麺が最高ですね。スープも濃厚でコクがあって、いくらでも飲めてしまいます。とあるアンケート調査によると、北海道民以外に聞いた北海道のイメージランキング第1位は食べ物が美味しいだそうです。北海道といえば取れたてのウニやカニ、エビなどの海産物のほか、トウモロコシやメロンなど野菜や果物の宝庫ですからね。あっという間に麺を食べきり、スープがもったいないので、私の大好きなちびまる子ちゃんのラーメンを使って替え玉したいと思います。鍋用のラーメンなので煮込みラーメンにしてしまいましょう。このちびまる子ちゃんのラーメンが私は大好きで、小さい頃からよく食べているんですけど、鍋用なので鍋の季節じゃないと売っていないんですよね。スープを吸ってドロッとしたラーメンになるんですけど、これがまた美味しくて、今日は BTS のバターを乗せていただきたいと思います。札幌ラーメンにはコーンやバターが入っているイメージを持つ人も多いようなのですが、観光地のラーメン以外には最初からコーンやバターが入っているラーメンはそんなにないそうです。ドロドロラーメンです。煮込んだのこれ、煮込みラーメンなんで。今回はなんていうラーメン屋さん行ってきたの？ヒグマ？ワンピースの？あとは食べちゃっていいんで。はい、はい、白いブラックサンダー食べる人。はい、いただきます。食べるの初めて？うん、おいしい。ブラックとホワイトどっち派？ホワイトのがいいかな。お菓子のブラックサンダーは久しぶりに食べたんですけど、私は白派ですね。通常のブラックサンダーのザクザクとした食感にホワイトチョコレートのまろやかさが加わって、さらに美味しく感じます。定山系温泉どうだった？露天風呂なの？露天風呂もあったよ。だけど時間的に夜は入れなかった。混浴？うん、混浴の、混浴じゃない、時間制で入れ替わるんだ。入れ替わる感じ。じゃあ間違えちゃう人もしかしたらいるかもしれないし。あ、じゃあ露天風呂男性か女性どっちかしか入りに行けないってこと？メイク買ってみたら綺麗になるな。悪い人あるある、温泉が楽しみ。夜景はね綺麗だったんだけど、みんなぼやしてた。ちょっと残念だったけど、楽しめたようで何よりだよ。散策で結構歩いたしね。川まであれ降りてよかった、うん、降りていける感じになって。転んだりしなかった？大丈夫？うん、ちょっと危ないなっていう感じはあったんかい。あの雨上がりだったから。すべっかむ。ペンギンの問題知らない？ペンギンの問題
小学生ぐらいにすごい流行ったんだけど。ごめんなさい。せのせいでごちそうさまでした。はい、コロちゃん、病院前最後のシャンプーお疲れさまでした。おいでー、こっちおいでー。よーし、きたきたきた。コロちゃん1ヶ月シャンプー頑張ったね、偉いねー。はい、コロちゃん、お洋服着てみよっか。はいはい。やっぱコロちゃんピンクのベストが似合うね。よいしょよいしょ。コロ楽しいかこれ。ふいふいふい、こっちだよ。よいしょ。おっ、おっ、コロちゃんしっかり目で覚えてるね。仲良しだね、二人とも。コロちゃん仲良しなの、うさちゃんと。かわいいね。うさぎさんちょっと貸してよ。コロちゃん優しくしようね。一緒にこっちで寝ようよ。ほらコロちゃん。あっ、コロちゃん痛いって、足痛いって。うさぎさん、うさぎさん足痛い。コロちゃん腕切れちゃうよ。コロついてんだから。うーじゃないの。腕噛むの楽しいの？腕美味しいの？コロねえ、それさ、腕ちぎれちゃうんじゃない、あんまりやってるとね。どけどけ、どけどけ、邪魔だ邪魔だ、どけどけどけ、どけどけ、邪魔だ邪魔だ、どけどけどけ。コロコロちゃん、ウサギさん人質に取ったよ。返してほしければお座りしてください。おー、すごいじゃん。はい、ドギボを破壊した人おいでー。来たー。自覚あるんだ。新しいお友達を大切に扱うコロちゃんで、今日はお別れです。コロちゃん、ウサちゃん話してください。おー、次回は病院の再々検査になるんですけど、お薬が終了することを願います。次回もまた見てくださいね。じゃんけんチョキ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。マラセチアに悩まされてからもう1ヶ月が経つと考えると本当に早いですね。ちなみに破壊されてしまったドギボーの代わりに新しいベッドを注文しました。お父さんは寝具でこだわってるものって何かあるんですか？お父さん、お父さんはやっぱりいびき